人気漫才師ハイヒールのリンゴ60の夫、三村敦弘さんが13日に亡くなっていたことが17日、分かった。74歳、通夜は同日夜に営まれた。葬儀は18日に、家族葬で執り行われた。関係者によると、リンゴは憔悴しきった様子で、現在テレビの出演は取りやめている。16日のカンテレ、よ、いどん、に続き、MC を務める18日の読売テレビ、朝パラ S も欠席。冒頭、相方の桃子が、リンゴは都合によりお休みいたします、と語り、詳細は明かさなかった。丸、さらには、この日生放送の MBS ラジオ、ますます。ハイヒール、も欠席。桃子が冒頭、ハイヒールリンゴさんはちょっと、ご都合によりお休みさせていただきます。これ生放送やから、リンゴが帰ったら、ゆっくりお話ししたいと思います、と話すにとどめた。リンゴは1995年6月に、ラジオ大阪に勤務していた三村さんと結婚。リンゴは初婚、三村さんは再婚で、交際4ヶ月でのスピード婚と話題になった。授かることはできなかったが、不妊治療にも積極的に取り組み、2003年から1年半ほど治療のため休養していたこともあった。ラジオ大阪を退職後、三村さんは広告代理店を経営。リンゴはテレビなどで、夫の話題を出すこともあった。実生活では年の差婚は自分の選んだ道ですから、と、夫の体調を常に気遣い、また二人で人を巡りをするなど、仲睦まじい様子を見せていた。20年には猫を迎え、三村さんがタウザーくんと名付け、可愛がっていた。